皆さんこんこにちは、えー、レクセン人講師のンですそれでは、えー、今回は司法書士試験をこれから学習を始めようという方に向けまして6月からの学習スケジュール大公開というタイトルでですね、えー、皆さん方に6月から勉強を始めて、えー、2021年の本試験司法書士の本試験に合格をするための具体的なスケジュールプランについてですねお話をしていこうと思います。 えー、レックでは、えー、15ヶ月合格コースというですね、まあ伝統の初級講座でもって、えー、司法書士の試験合格を目指す方をサポートしているんですけれども、この15ヶ月合格コースというのは、えー、1年間の間に2回の開講のまあ時期というものがございます。えー、プランとしてはおほぼ同じなんですけれども、お春にスタートする春生と呼ばれるクラスと。 秋にスタートする秋秋生と呼ばれるるるクラススこの2つをご準備してるんですすねで秋にスタートするプランは翌、翌年のお司法書士の本試験合格を目指す、えー、春にスタートするプランは、えー、翌年のお司法書士試験の合格を目指すというような内容になっております。 で今皆さんにご紹介をしたいのは、えー、春にスタートしてそして翌年2021年の司法書士本試験合格を目指す15ヶ月合格コース春生についてのご紹介なんです春生というからには、えー、開校のシーズンは春ですでも今もう6月になっておりますよねですで、えー、に開校しているということなんです でまあ、この今年は例年と違いまして、まあ、このコロナ騒動にです、ね、日本全国が本当にいい。 えー、大きなですね影響を受けて、えー、このちょうど春のタイミングに、えー、このコロナの騒動がですね、えー、ぶち当たってしまったもんですからなかなか春にスタートしようというです、ねえー、ふうに思っていた方もちょっと鬼の足を踏んでしまって、えー、実際に躊躇されてでそうだなんだかんだ言ってるうちにもうこの梅雨の6月の時期を迎えてしまったという方も多くいらっしゃるんじゃないかと思います。現にそうういった方た方ちがようやくこの6月、えー、頭、えー 東京でも緊急事態宣言が解除されて、徐々に徐々にですね、町に人並みが戻ってくる頃になって、えー あのやはり始めたいなというようなお問い合わせがかなり来ている現状ですただ本当だったらうん3月4月に始めようと思ってたんだけどというような方がですね非常に多いんですでそういった方たちが皆さん一番心配されるのが、えー、本来であれば3月4月にですねスタートするべきこのコースを今この6月にスタートして果たしてこの最初のつまずきというか最初の出遅れが、えー、後々大きく影響してしまうんじゃないかとそういったようなことを皆さん、えー、あの 心配をされていらっしゃるんですそういったお問い合わせを本当にたくさん受けておりますで、私としてはですね全く6月に始めても大丈夫だというふうに思っておりますし現実にあの15月合格コースで過去に私が受け持ったクラスでは7月の28日に 15ヶ月合格コーススタートして翌年の7月の司法書士本試験を目指すというです、ねえー、1年弱のコース設定にしていた15ヶ月合格コースも過去に存在するんですでそこからも一発合格が出ていますから私は6月にスタートするというのは決して遅いとは思っておりませんですがやはりです、ねえー、始めようとする皆さんにとっては本来であれば春スタートするべきコースなのにちょっと出足が遅れてしまったことが本当に影響をしないのかということを、ね、やはり具体的に 話をを聞きたいたいいいい説明受けとう声が多いんじゃないかと思いますそこで今日はちょっと皆さんに具体的に6月からどう始めてそして既存のコースに追いついていけばいいのかというのを話をしていきたいと思いましてこういったタイトルで「6月からの学習スケジュール」というタイトルで皆さんにお話をしているということになります。 それではあの、春からスタートする15ヶ月合格コース春生、今現在、どこまで通信の配信がスタートしているのかという点についてまずは本来のスケジュールをお見せしていこうと思います。本来のスケジュールといたしましまては、 今後ろに後ろにとか画面に映っていると思うんですが私が担当するクラスですと、まあ、憲法があ全体構造編というですね一番最初の、まあ、ウォーミングアップのコースが4月12日から配信がスタートしまして続いて憲法が4月26日。 そしてて民法が5月17日から配信されいいるととうことになります今、これをお聞きの方が具体的に何月何日なのかというのはちょっと私からは分かりませんが6月になっているとするとちょうどこの民法の,民法のですね中盤戦いわゆる10回目以降あたりここが6月の配信スケジュールということになっていきます。 で例えば今6月の第1週第1週ではないですね6月の第2週、えー、3週という方たちじゃあこのお配信スケジュール もうすでに民法も中盤まで来ている状態でこのどうやって具体的に追いついていけばいいのかということなんですけれどもまずですねこの全体構造編というのは非常に内容としては軽くなっておりますやるまず法律の勉強が初めての方に向けて権利とは義務とはね、そして法律とはというところからお話をしていきますでですのでまあ内容としては3時間の講義なんですが非常にあの講義の 話すスピードも抑えておりますし内容としてはそう多い内容をお話ししておりませんから1日1コマならぬ2コマまとめて聞いてしまうということも可能となりますで毎回の復習もほとんどいりませんので極端な話3日あれば3回分聞いてしまうということで頑張れば1日2日で聞いてしまうことができる内容となっているわけなんです。 そして憲法なんですがこの6月からスタートする方は憲法は先に聞くのはお勧めしませんいきなり民法の1回目から聞いていってほしいなというふうに思うんです。と言いますのも憲法というのは実はあの司法書士試験では35問中3問しか出題されませんで内容としてもさほど難しい内容ではありません。 そしてあの3問しか出ない、えー、科目であるからこそ皆さん直前期にわーっと詰め込んでしまうというような勉強が非常に有効に、えー、あのー、な勉強として知られている科目なんですですからこの一番最初の科目のところで憲法をやってすぐ忘れてしまうよりかは、えー、全ての科目が終わる、えー、特に 主要4科目という民法不動産登記法会社法、えー、商業登記法が終わった後のタイミングで、えー、直前期近くに聞いていただいた方がより記憶に残りやすくその効果が高いと思うんです。ですから憲法は飛ばしていただいて全体構造を聞きましたらすぐ民法の科目に移っていっていただきたい。そして民法は33回ございますからこのの、えー、配信スケジュールの 一体どこら辺のところでじゃあ6月にスタートして追いつくことができるのかという点が皆さんも心配になりますよね。そこで一つご提案なのが2科目目になりますこの不動産登記法1回目8月23日日曜日この日が不動産登記法1回目のウェブ配信の開始日です。 この8月23日の不動産東京法1回目に本来のこのスケジュールに合わせて、このあとは不動産東京以下はこのスケジュール通りに配信を聞いていくという不動産東京法1回目合流プランというのが現実的なご提案なんじゃないかなというふうに考えているところなんです。そこでこの8月23日の1回目に配信開始日にですね合流できるような形で6月スタートして民法をどのようなペースでこう聞いていけばいいのかという具体的 なあ、ね、あのスケジュールを今から皆さんにご紹介をしていきたいと思います、えー。ただね。もちろん詰め込んでしまって、復習がおろそかになってしまったら何もなりませんから、ある程度こう余裕を持ちながらえ何とかですね。こう、8月の23日、不動産東京1回目の配信の日にですね。こう合流できるような、そういったプランを作ってみました。ちょっとご覧になっていただきたいんですけれども、それがですね。 今この画面に出ております6月から開始パターンで8月23日不動産登記法1回目配信合流の具体的なプランということになります。まずはこのお 6月14日スタートといいいうにさせててただいておりますこれを聞いてくださっている方が6月14日よりも、まあ後の場合もあるかと思うんですけれども、まあ、便宜この日からスタートというふうな形でお話をするとまず6月14日に民法1回目を聞いていただくちょうど日曜日ですから講義を聞いてすぐに復習をしてしまうというのがおすすめだと思います。 そして、続いて1日明けまして16日に2回目で16日、まあ、お仕事されていらっしゃる方がほとんどであるかと思いますのでお仕事をされていることを前提として、まあ、仕事帰りに1回講義を聞いてでも、その日には復習はちょっと無理だろうということで復習は次の日の17日に。 で18日に民法3回目の講義を聞いてやはり翌日19日に講義の3回目の復習をしてというような形で日曜日は1コマ聞いてすぐ復習そして火曜日と木曜日それぞれ講義を1コマずつ聞いて翌日、水曜と金曜とにそれぞれの前日の復習をしていくでそうしますと、まあ、月曜と土曜日をオフにすることができるということなんです。 でももちろん仕事が残業があったりですとか体調が良くなかったりですとかそういったようなことを受けてまああの予備日としてですねこの土曜日、○○1 日あのお休みの人が多いでしょうからまあこの1、2、3、3コマ分の取りこぼし分を週をまたがないように土曜日のところでなんとか解消していく。こうういったような形でで週3コマのペースでえー 7月の12の週までですね、えー、ちょうど15回これ3コマかける5週間ですから15回聞くことができますでその後7月19日の週ここはちょうど23242526と連休になっていきます ちょっっと頑張ってここですね、えー、まあいろいろ家族の予定等がある方もいらっしゃるかと思うんですけど少しこの23242526の連休を使って一日1コマずつここで頑張ってですね量をこなしていきますとあとは同じように <laughs> 週3コマでですね日 木、日、火、木というふうにこう回を重ねていきましてで8月のこのお盆の週ですねここがちょうど8月9、10、11、12、13、14、15ここが多分、えー、多くの方はお盆だと思うんですがお盆の時に少し1個お詰め込みましてで、えー、あとは同じく日曜、火曜、木曜で聞いていただくとちょうど8月の20日の木曜日で民法33回つまり最終回まで聞くということができるようになります。 そうしますとちょうど23日の不動産投機法1回目の配信日に合流できるというようなスケジュールになっていくんです。 でもちろんですねこれも相当頑張っていただく必要がありますし決して楽なプランとは申し上げませんですけれどもやはり司法書士っていうのはねやはりそれだけ、えー、こう苦労して取るだけの価値のある資格ですから最初頑張りましょうよ、えー、せっかく皆さんやる気を持って始める以上はですね最初はやっぱりあのちょっと苦しいかもしれませんけれどもぜひこのようなプランでもってですねあのやっていただくとちょうど23日不動産東京1回目の配信に合流して であとそこからは完全に、えー、配信のスケジュール通りですからまあ,あの欲張るということも必要なく、えー、あの聞いていただくことができるようになっていくと思います。ですから、えー、こういったですねあのプランを皆さんにご提案していきたいんです。そして、えー、このプランこれあのレジュメとして。 アップしておきますので皆さんプリントアウトとしてですねぜひお手元にとって具体的にこれに沿って勉強するなどねまたもうちょっとこうアレンジをしていくなどぜひご利用いただきたいんですけれどもこれを参考にしてほしいなというふうに思っております私はあの長年講渉をやってきましてこのプランであればこれ実現可能性は全く問題ないと思ってますまあ、もちろん皆さん方の置かれている現状が忙しい方もいらっしゃればそうでない方もねいらっしゃるということは分かってますから全ての人にとって絶対これが達成可能だと 言い切りませんけれども長年講師やってきた経験則上これであれば働きながらでも何とかこなしていけるようなスケジュールだというふうに確信しておりますので自信を持って皆さんに提案をしていきたいと思います。 そしてもう一つ、このそれぞれの箇所の復習、復習って書いてあるところ、実際、復習って何やんですかというね、えー、ご質問が来ることが予想されますので,で、もちろんそれは民法の1回目の講義の中で、民法の復習方法として、私、講義の中で具体的にアドバイスをしております。ですから、講義を聞いていただければ、どういうふうに復習するのかは分かるんですけどあくまでもその収録済みの民法を1回目でコメントしている、えー、民法の復習方法というのは、ちょうど4月にスタートしたあ時の、 目の前の受験生に向けたアドバイスになってるんですですから本来のスケジュール通りにスタートした方へ向けた復習方法のアドバイスなのでやはり6月スタートされた方でも復習方法というのは若干アレンジをしていく必要があるなというふうに考えておりますそこでもう1枚レジュメがあるかと思うんですけれども6月スタートの受講生のための復習方法についても用意をいたしました具体的にはこれを読んでいただきたいなと思うんですけれどもまずはもちろん講義を聞くことからスタートしますあこれは復習方法ではありませんけれども 講義を聞聞いいいいててててほししとで,できれば講義ストップささせずに通して聞いてみてください最初のうちはですね私もあの早口ですので戸惑ってやっぱりこう戻さなきゃいけないということがあるかもしれませんができればストップさせずに3時間フルで聞いてほしいなと思いますそしてその際にですね講義内容を一言一句メモをするようなことをする必要はありません。 と言いますのも、実は運のクラスにはセルフレクチャーというですね、復習用教材が受講料込みで皆さんに、えー、差し上げておりますで。このセルフレクチャーというのは、あの講義の内容の中でですね、その理由まで知らなければいけない、いわゆる制度趣旨まで完璧に分かってなければいけない、つまり丸か×かできるかできないか、そして、えー、法律用語の、まあ、 あーを知ってるか知らないかというだけではなく制度趣旨や理由付けまでわからなければいけない箇所に関しては理由を答えなさいというような聞き方をしているんですそういった理由を答えなさいという聞き方をしている部分についてはその回答が私が講義中で解説した、えー、解説の言葉通りに文字起こしされているという状態なんです。いわゆるまさにテープ起こし状態 ですから私の講義の台本がそのままセルフレクチャーに載っているというような形なんですね。ですから一言一句講義の内容をメモしなくても結局理由まで分からなければいけない重要なところに関してはセルフレクチャーにもう台本が書いてあると講義の内容私が説明した内容が書いてあるということなのでだったらば一生懸命こうメモを取った作業というのが無駄になってしまうわけなんです。であれならばねこの 講義中はとにかくメモを取ることに必死になるより講義聞くことに集中してほしいなと思いますそして講義聞きましたらすぐにセルフレクチャーを解いてみてください4月スタートの方へのアドバイスでは1回講義の内容をなぞってテキストを読んでからセルフレクチャーとアドバイスしてますが6月スタートの皆さんはいきなりセルフレクチャーを解いていくというのが一番ベストだと思いますセルフレクチャーというのは回答 問題と回答ね、え今日の講義で何をどこまで理解すれば合格レベルなのかというのを目に見える形で皆さんに提供した復習用教材です。ぜひですね、あのセルフレクチャーをご覧になりにいたい方にはですね、あの。 私のガイナンス等でぜひ聞いていただきたいなというふうに思っているんですが今日ここではセルフレクチャーについて細かくお話しすることはいたしませんけれどもセルフレクチャーをまずは解いてみるとで今日の内容で本当に押さえておかなければいけないポイントそして何をどこまで深く掘り下げるのかまた反面浅くていいのかというですねその深く掘り下げるべきなのかそれとも浅く流していくべきなのかというところのいわゆる深さですよね理解の深さについてもこのセルフレクチャーは明確に あの段階を分けていますだからやらやりやりすぎになることも防げるし復習をやらなさすぎることも防げるというようなアイテムなんですがこれをまずは1回目解くというより読むというのが正解だと思いますいきなり得というのは難しいですからまず最初は読むそして次の日 また新しい講義を聞くまでの間にできれば2回3回とね、えー、同じところを繰り返し読んでいくというようなことをやってみていただきたいと思います。 だけれれどどももうせねあのやってもすぐ忘ち皆さん方の能力を軽視しているわけじゃないんですけど実際、やっぱり膨大な量になってくるとどうしてもこう昨日解いたセルフレクチャーをもう今日忘れてるなんていうことが多々出てくるかと思うんですがそれでも構いません。こ,こにも書いてありますけど受講済みの箇所のセルフレクチャーをその後の講義でずっと覚えておくことは不可能ですと忘れてもいい忘れてもいいけれどもでもやはりあのそうは言ってもね、えー 定着をさせたいのもまた本音ですからできれば例えば常に2回前の範囲のセルフレクチャーをまず確認してから今日の範囲のセルフレクチャーを読むというようなね反復継続できればそれでも少しは覚えていられる日数も長くなるし定着も可能になるというような提案をさせていただいておりますそしてその後今回の範囲の過去問を合格ゾーンという過去問題集で解いてみるということをお勧めしますただしこれは任意です ここまでですねできるというのはなかなか至難の業でして実は本来のスケジュール通りに始めた受験生であっても過去問までできてない方がほとんどなんですねで、そういった方の中から一発合格者って出てきますからこれはあくまでもできたらやると過去問までできないということをいちいちですねこう気にする必要はありませんので、まあ、ある回はできたけどある回はできないというようなバラバラでも構わないですので、まあ、任意ということは強調をさせていただきます。 このレジュメ、えー、皆さん方にご提供いたしますのでぜひこれもプリントアウトして、えー、読んでいただきたいなと、えー、ちょっと全文を読み上げるわけにはいきませんので皆さんね、ねぜひ参考にしていただいて、えー、復習方法としてこういうことをやればいいんだということを、ね、納得の上で勉強を始めていただきたいなというふうに考えております。 私のクラスでは必ずこういったようなですねそのスケジュールの立て方ですとか復習の仕方をですね目に見える形で皆さんに提供いたします。講義中にも言うんですけれどもどうしても講義中にアドバイスしたことっていうのは流れていってしまうのでう紙に残す形でねその都度その都度科目が変わるたびごとにこの科目の攻め方勉強の仕方そしてどういうスケジュールで行けばいいか何をいつまでに終わらせればいいのか1回の復習でどこまでやればいいのか。 皆さんに目に見える形で提供していきますですから決して勉強方法で迷子にさせることはいたしませんとにかく合格へのレールはこちらで引きますので皆さんは息切れをしないようにただそのレールから脱線せしないようにですねこう頑張って走りきっていただくそうすれば目の前に合格というのが現実的なものとして見えてくると思います私はそうやって今まで皆さんにアドバイスしてきましたのでこれからもその姿勢は変えないつもりです 6月このスタート決して遅いということはありません過去に6月スタートで合格された方たくさんいらっしゃいますですのでもし少しでも司法書士のね資格に興味があり始めてみたいという方でも春のタイミングを逸してしまったということでじゃあ次の秋まで待とうかなと思っていらっしゃる方次の秋まで待つと合格年度が1年後ろに倒れてしまいます 1> 1年ですね後ろ倒しになってしまうやはり司法書士今このコロナの影響でも大きな仕事への影響というのは、まあ、あまり大きく効いておりません、えー、不動産自体は、えー、コロナとは関係なく取引はされていきます、まあ、もちろん景気が悪くなればちょっと違いますがそれでも相続問題などは景気とはあまり関係ないいうようなこともあって、えー、大きな打撃を受けているという話は聞,聞いてません私の事務所も含めてですねですのでその合格年度を後ろ倒しにしてしまうというのはこれもったいないなというふうに思ってるんです1日も早く司法書士として実 に飛び出していってそして国民の権利をね守るための有意義な仕事についてほしい、えー、それがあ私から皆さんへのアドバイスとなりますぜひ少々し勉強を始めてみようという方は私と一緒にね頑張って、えー、合格を勝ち取っていきましょう皆さんと画面越しでお会いできることを楽しみにしております それでは今回はえ司法書士を勉強しようと思っている方に向けまして、6月からの学習スケジュール大公開といたしましてお話をさせていただきました。どうぞ参考になさってみてください。それではご清聴どうもありがとうございました。